C-135 ストラトリフター C-135CC-135 はアメリカ空軍で使用されている輸送機である。愛称はストラトリフター。空中給油機 KC-135A ストラトタンカーはフライングブーム方式の空中給油方式を確立した KC-97 の後を継ぎ、ジェット機時代の本格的な空中給油機として、 アメリカ空軍の世界展開に大きく寄与した一方、当時まだほとんどが、レシプロ機で占められていた純粋な輸送機としての有用性にも注目された。こうして、給油ブームを取り外して輸送用に特化したものが、C、C-135 であるが、ブーム操作員席はそのまま残されていた。C-135 は、軍用ジェット輸送機の先駆けとなり、長距離平坦輸送用として使用された。 ただし、あくまでもロールオン、ロールオフが可能な C-141 が配備されるまでのギャップを埋める存在でしかなく、純粋な輸送機として運用されたのは短期間に終わり、その多くが機内スペースや居住性を利用して、各種 VIP 機や電子戦機など他の用途に転用された。なお、707旅客機を改造した機体は C-137 と呼ばれ、 電子戦機などの派生型はまた別の名前で呼ばれている。KC-135、RC-135、VC-135 RC、WC-135 VC については各項目を参照。ありがとうございます。